はい、それでですね、本日は4月、5月、6月の3ヶ月で買ってよかったものの紹介をしたいなというふうに思います。以前ですね、1月から3月まではしたんですけど、まあ次は4月から6月までに買ってよかったものをランキング順で5位から順番に発表していきたいなというふうに思います。まず第5位がこちらのですね、スタンダードカリフォルニアで買ったブレスレットというか、ゴムというか、はい、これが良かったです。っていうのも、まあ、まずなんで良かったんかっていうと、まあ、これがですね、僕基本的にはあんまり時計とかを普段しないので、やっぱ夏場に何もしてないのでちょっと寂しいんですけど、まあ、こういうの1個パンってあるだけで、まあ、ワンポイントにもなるし、で僕今ちょっと髪の毛が長いので、まあ、そういう時にもうこう髪の毛キュッてくくる時にもすぐ使えるので、まあ、おしゃれかなという感じで思って、まあ、ちなみにこの銀のあの根性の部分っていうのは実はアメリカの1911年から45年までの期間の10セントのコインをこういう風に加工してつけてるっていう感じになってるので、またそういうのもちょっとおしゃれやなっていう感じで思いますし、でまあこれもここについてる革もあるんですけど、これも本革の革で作られてるとかっていうので、まあ微妙に細かいところなんですけど、まあ、知ってればちょっとなんかおしゃれやなっていうふうに思うので、まあ、こういうふうに別にワンポイントあのブランドとか知らなくても、まあ、こうやってあったらなんかちょっとシャレてるなっていうか、シルバーシルバーでつながってるのでシャレてるなっていうのもあるし、まあ、髪の毛長くてめんどくさくなったらこうやってくぐれるので、まあそういう意味ではこれは意外と買ってよかったなというふうに思います。確か値段が3000円いかんぐらいの値段やったんで、まあゴムにしてはちょっと高いんですけど、思い出で買ったので買ってよかったなというふうに思ってます。これが第5位です。次のですね、第4位というのがこちらのスタッフバッグになります。でこのスタッフバッグなんですけど、これ地味に結構使ってて、僕ジムにまあよく行ってるので、もう毎日これは使うんですが、やっぱり濡れたものとかここに掘り込んどけばもう安心っていう感じで、でまだ生地も丈夫なので、意外と濡れたものってカバンの中濡れるので一番最悪な状況やなと思うので、まあこれからやっぱ濡れる時期とか汗かいたりとか着替えとかもあったりすると思うので、まあそういう部分ではまあこれのスタッフバッグってめちゃくちゃいいなと思いますし、でなおかつ丈夫なんで、結構僕気にせんとガンガン突っ込んだり結構粗めに使ったりしてても、まあ全然丈夫に使えてるので、まあこれはほんまに買ってよかったなというふうに思うアイテムです。はい、なのでこれは4位で入ってるという感じになってます。はい、値段も今僕はっきり忘れましたが、今下に出てると思うので、はい、これが値段になってます。ちなみに大きさもまだもうちょっとちっちゃいのもあったりすると思うので、まあその自分の使う用途によって使うのが一番いいと思うんですけど、まあ、これに関しては、着替え一式パンツ T シャツハーフズボンとあとバスタオル入れても全然入るぐらいの大きさになってるので、まあ、このサイズは結構使いやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、こちらが第4位です。次の第3位はですね、これはもう圧倒的にもう絶対3位で入れようと思ってたやつなんですけど、こちらのですねスワローテイルベントフーディの、ジャケットになります。でこれがですね、まあ、何がいいかっていうと、やっぱり一番は旅行の時に持っていける。実際旅行の時とかってやっぱり何個も持っていくのやっぱ邪魔くさいですし、でかさばったりしたら余計本当にめんどくさいんで、僕は結構そういうの嫌なんですけど、まあ、これに関しては以前も言った通り、ここのジップを開けて、でここにこう荷物をヒュー、服をヒューと入れていけば、まあ、これぐらいの大きさになるので、僕はよく夏場結構手ぶらなんですけど、たまにこういうボディバッグを持ったりしてるんですけど、そんなんとかにもうめちゃくちゃ余裕で入る感じで全然楽勝で入りますし、でまあかさばったりも全然しないので、コンパクトでやっぱ持ち運びがいいので楽なので、まあこれは結構重宝できるかなと思います。でまあこういう感じでずっと中に入れてたらやっぱり結構シワにはなったりするんですけど、まあ別にそれはそれで、まあこんな感じで出して置いとけばすぐシワは取れるので、まあシワに関してはそんなに気にならないかなとは思います。はい、それと、こんなに軽いのに防風だから、夜とかちょっと寒かって、まあ、これヒュッて着とけば全然風が寒いっていうのはまあ全然ないので、4月5月6月の夜とかは、結構使えるんじゃないかなと思うので、まあ、今回3位にランキングしたっていう感じになります。そしてですね、第2位は、これも2位か1位か迷ったんですが、こちらです。MXP の T シャツになってて、以前僕これタグ切るって言ってたんですけど、最近意外とこのタグ気にならないので、もうつけっぱなしにしてるっていう感じになってるんですけど、またいずれ気になったら切るとは思うんですが、今はこれつけっぱなしにします。
でこれはですね、もう何が一番いいかっていうのは、もうまあもちろん無地っていうのもいいんですけど、それ以上に無臭、もう全然匂いがしないので、もうこれは結構僕あのオールマイティに使ってて、私服としてはもちろん着ますし、なおかつジムの時も着たりしますし、でもそれでも匂いがついてないので、あのほんまにこれはあの買ってよかったなって思いますので、まあ確かに値段はちょっと4000円ちょいでちょっと高いかもしれないんですけども、まあそれでもまあこんだけ無臭で着れるんなら、僕はもしサラリーマンやったら白にして、まあサラリーマンの時のスーツの肌着にもできるし、でなおかつランニングの時のインナーとかにも着れるしっていう感じで使えるかなと思うので、 MXP のまあ T シャツ以外にも靴下とか下着とかもあるので、まあそういうのはあのいいんじゃないかなと思うので、まあ今後機会があれば靴下とかも手出してみようかなというふうに思ってます。ではですね、次1位に行く前にちょっと番外編というので、あの3つぐらい紹介したいんですけども、まず1つ目、これもですねランキングに入れようかなと思ったんですけど、これが弟からもらったあのスニーカーになってるんですけど、このスニーカーがめちゃくちゃ履き心地が良くて、あの履き心地が良すぎてもう一回履きたいと思えるぐらいの履き心地になってるので、僕あんまりスニーカーでそんなにもう一回履きたいと思えるぐらいのなかったんですけど、これはめちゃくちゃ履き心地いいので、あのまあ購入僕がしたわけじゃないんですけど、もらったんですけど、まあ新しく履いた新しく使ってるものとしては、まあこれはあのめちゃくちゃ良かったなと思うので、あのまあ番外編としてあのこれはあの紹介させていただきます。弟ありがとうございました。番外編2つ目はこちらのライトなんですけど、自転車用のライトになってて、これが結構明るくて、Amazon でもベストセラーになってたんで一回買ってみようと思ったんですけど、これめちゃくちゃ明るくて、まあ、こんな感じで、で明るさも調節できる感じなんですけど、こんな感じとか、あとまあこんな感じとか、こんな感じで長押ししたら消えるっていう感じになってて、 USB で充電するタイプなんですけど、嫁の自転車のライトと比べると圧倒的に明るさが違うので、これは結構あの前から探査来たんちゃうかっていうぐらい明るいので、これは意外とまあまあ良かったかなと。ただランキングするほどのことでもないということで、あの番外編で紹介してます。で番外編3つ目最後が、こちらのトイレットペーパーになります。でこちらのトイレットペーパー書いて話なんですけど、まあ、こちらがですね実は芯にあの消臭する効果があって、でトイレットペーパー自体に匂いがついてるっていうので、まあ、芳香剤がいらんのちゃうかなっていうので、まあ、僕買ってみて、まあ、使ってるんですけど、確かに袋から出した時はめちゃくちゃいい匂いして、あ消臭剤いらんかもしれんと思ってたんですけど、まあ、長時間経つと結構匂いが取れてくるので、まあ、別にこれじゃなくても、まあ、消臭剤置いといたらいいかなっていう感じでは思ってるので、もちろんいい商品やとは思うんですけど、まあ、僕の思ってる感じではなかったっていう感じで一応まあご紹介しとくっていう感じです。はい、それと あともう一つあの生放送でもちらっと言ったんですけど、こちらの、ハンガーもこれも Amazon で購入したハンガーで、人体ハンガーといって、まあ、肩のところがこう曲がってるのであの突っ張りにくいような感じのハンガーになってます。これも、10個入りで2000円ぐらいしたんですが、もうちょっとこの素材がスルッと滑るあの素材やったら使いやすいと思うんですけど、結構引っかかるので、まあ、こういう風に服とかじゃあ引っ掛けようかなと思ってそこからヒュッと入れたらこうすぐ引っかかっちゃって、まあ、入れづらいっちゃちょっと入れづらいので、まあ、この素材がもうちょっと滑る素材やったら多分使いやすかったんじゃないかなという風には思います。はい、でもとてもいい商品やと思います。はい、ではですね、4月から6月買ってよかったもの第1位なんですけど、こちらのパタゴニアのバギーズショーツになります。でこちらのバギーズショーツなんですけども、ほぼ毎日履いてるっていう感じで、まあ、これは寝巻きにも普段から使ってますし、もちろん外で使うあの履く時にも使ってるっていう感じになってるんですけど、もうなんせあの丈夫ですし乾きも早いので、もう本当にこれ2枚あったらこと、まあ、足りるっていうぐらいもう毎日履いてるっていうパンツになってるので、まあ、本当に買ってよかったあのパンツやなというふうに思ってます。で結構ですねやっぱ毎日使ってるからかしてちょっと色味も薄くなってはきてるんですけど、まあ、それはそれでまた味があるなと思って使ってますし、やっぱり意外といいなと思ったのが中にライナーが入ってるんですけど、まあ、これのおかげであの下着を履かなくても、まあ、ノーパンでもこれ履けるっていう感じで、いやそんなん使うんかなとかって思ってたんですけど、実際このこんだけ今ムシムシしてきたり湿気とかが多くなってくる時期になってきたら分かるんですけど、ほんまにパンツ脱いでこれだけで履けるっていうのって結構開放感あるので、意外とあの使えるなっていう感じで、あの僕結構ノーパンで履くことが多いので、あのまあこれを履いてる時はあの皆さんそっとしていただければありがたいなというふうに思います。でこれがですね、まあ、1着で7020円ぐらいで、両方でまあ1万5000円ぐらい
した感じになってるんですけど、はい、というのがですね、まあ、以上4月から6月まで買ってよかったものっていうのを紹介やったんですけど、まあ、大体こんな感じで、まあ、3ヶ月に1回おきぐらいやっていこうかなと思いますので、まあ、次回は、7、8、9月の終わりぐらいに、まあ、発表できればいいかなとは思いますが、まあ、そんな感じで僕が勝手に、自分で感じた良かったものなんで、もしかしたら人によっては違うかもしれないんですけど、まあ、僕個人的には買って良かったなっていうものの番外編とランキング編というのを、まあ、皆さんにお伝えしたという感じになります。はい、ではですね、4月から6月まで買って良かったものの動画でした。以上ありがとうございました。